平家カマリン・オンネスのための研究を完成させ、1878年から1882年までの間、デリフト工科大学にて、ヨハネス・ボスチャの助手として働き、1881年から1882年までは、講師も任された。デリフト時代にファンデルワールスと出会い、彼との議論を通じ、低音における物理現象に興味を抱くようになった。 1882年、ライデン大学実験物理学教授に就任。1894年、酸素、窒素、空気の液化装置を備えた低温物理学研究所を同大学に設立した。1908年、ヘリウムの液化に初めて成功。カール・フォン・リンデラが開発した冷却器と三重構造の魔法瓶を用い、 外側から順に液体空気、液体水素を入れて温度を下げ、最終段階はジュール・トムソン効果によって 0.9K という低温を達成し、ヘリウムの液化を実現した。これが当時の世界一の低温となった。オリジナルの装置はライデンのボルハブミュージアムにある。1887年に結婚し、息子を一人設けた。 1911年に純金属を冷却し、超低温での電気的性質の分析を行った。ウィリアム・トムソンらは、絶対零度では、電気伝導体の電子が流れなくなる。つまり、金属の非抵抗が無限大になると信じていた。一方、オネスらは、温度が低くなるに従って、電気抵抗が小さくなり、絶対零度では零になると考えていた。これは、 イギリスのマーティ線ンが温度が低くなると金属の電動率が高まり抵抗値が小さくなると示したことに基づいている 4.2K で水銀の電気抵抗が突然消滅した当初オネスは資料の電極がショートしたと思ったがその後で現実に電気抵抗がゼロになったのだと気づいたこれが超電導現象を発見した瞬間だったオネスは水銀は 新たな状態へとセミにした。この状態の得意な電気的特性から、これを超伝導状態とでも呼ぼうと記している。その後、鈴、鉛などでも、超伝導現象が起こることを発見した。また、超伝導状態の物質に磁場を加えると、超伝導が消失することを発見した。なお、オネスはもともとスーパーコンダクティビティではなく、スープリコンダクティビティという語を使っていた。 低温物理学への貢献により、1912年にランフォードメダル、1913年にはノーベル物理学賞が授与された。1916には王立協会外国人会員に選出。1926年に死去するまで生涯雷電大学教授職として過ごした。彼が使っていた実験装置の一部は雷電のボルハブミュージアムにある。 最初のヘリウム液化に成功した装置は、ライデン大学物理学科の建物の玄関ロビーに展示されている。死後、ライデン大学の低温研究所は、カメルリング・オネス研究所と改名された。オネスの公認となったウィレム・ヘンドリック・ケイソンは、1926年に世界で初めて個体ヘリウムを作ることに成功した。後に発見されたヘリウムの潮流動現象を、 オネス効果と呼ぶこともある。月には彼の名を冠したクレーターがある。また、エンタルピーという用語を作ったのはオネスとされている。ありがとうございます。